事情はよくわかった。 三国の遺体は回収されている。報告とも一致するようだ。ガイア主義者どももバカではなくなりつつあるようだ。 志願性なのだよ、あれは。日本人は国を出たがらん。紛争の一つも体験せず、甘さは拭えんというのだが。俺、もういいですか？まあ、ご苦労だった。下がってよい。あ、いや、待て。はい。 貴様が目撃した大型魔物の付近で不審な点は見受けられなかったかね。どのような。例えばやけに魔物の数が多い、魔物使いの姿を見た、植物の異常成長が確認されたなどだ。報告通りネジマキドリとハウンドとは接触しましたけど。それ以外にはないかね。はい、特には。そうか、わかった。下がっていい。失礼します。 すんげえ叱られた。教官に貼られた、ほっぺた。そっちは、あ、ああ、殴られた、江坂さんたちに。それもきついね。 まさか天王寺がツーキルだとはな。そっちは魔物とは遭遇しなかったのか。偵察用の鳥は見つけて落としたけど、子孫辞典逃げられた。ミクニッチも死んじまうとはな。あんな強くても死んじまうんだな。無情すぎんだろう。 来た来た、カーニヤニヤしちゃうぜ。ねえ、あんたハウンド倒したってマジ？うん、なんとか。どうやって？揉み合いになって首ひねって。プロレスで？裸じめ。バトルってより
首に殺したって感じじゃん。命がけでそんな余裕あるか。意外とそれが本質なのかもね。江坂さんだったら綺麗に片付けると思うけど。そりゃそうだろう。平均的な超人は犬に勝てるんだってよ。当てることはできるんだけど、それで無力化できないから。だから手裏剣とか投げろよ、かっちょいいべ。軽い刃が刺さったくらいじゃ魔物は止められない。まだまだ全然ダメなんだ。結局鍵って見つかったわけ？ダメだったって。祭りが終わったらもう作戦は終わりか。今動くと目立つから経験者しか動かさないってさ。そもそも鍵ってのが何かさえ俺ら分かってないけどね。このままじゃ天王寺がリーダーに変更ってことも。おう、天王寺っち、仲良くすっか。今からでも早速パン買ってきてくれよボス。あのな、試験で赤点取ったって騒いでるやつみてえだな。来年も収穫祭が来れば使ってもらえるだろうけど、こんなんで出世できるのかな。経験値ためねえと。天の字はどうするの？このチームで動くんじゃないのか。3人とも素人じゃん、機能しねえよ。今回見たいのは特別だべ。それぞれ別の土地で仕事することになるんじゃないかな。俺らが江坂さんたちみてえに経験積みは別だろうけどな。ま、当面は研修だろう。俺はそれでいいっす。俺はどうするかな。罪悪感だろ。悪い、俺ちょっと用事。一杯しか飲んでないじゃない。ドリンクバーの意味がねえ。どこ行くんだよ、反省会だぞ一応。修行。かっこいい、さすが勇者は言っちゃダメなんだっけか。さすがブレイバー。お前英語できなさそうだな。さすがにいないか。ならどうして助けたんだ。いなくなったのならもう会うこともないだろう。銃の扱いを知りたい。はい。
俺は火力がないので銃を使えた方が役立てると思うんです。それにああいうものは俺に向いてる気が。自分でそう直感したのか。はい。我々の表向きの顔の一つに民間警備会社というものもある。知っているな。はい、知っています。天王寺、それは本当の仕事をしてもらうことになるが。そういうきつい仕事がしたいです。命がけでも構わないです。何か悔やんでいることでもあるのか。え、自分を罰したがっている者の顔だ。それは分かりませんけど。私も若い頃戦火で自分を鍛えたことがある。貴様にも一皮むけるための荒領事がいるのかもしれんが、若すぎるようにも思える。ぜひ。いいか天王寺、超人というのは我が強いものだ。プライドで力を支えているからだ。以前はそれでよかった、神話の時代は。だが現代は英雄が好き勝手に暴れるには狭すぎるのだよ。そしてプライドを砕いたことのないものは一度の挫折にも弱い。長井は能力を失ったのだよ。失った？そういうこともある。時に超人も精神を病む。 PTSD に陥ることがあるが、やはり力は弱体化することが多い。我々の力は心のコンディションとリンクしているということだ。自信がないと強くなれない。ありすぎても問題だ。三国がどうなったか忘れてはいない。私は英雄志願を何人も見てきた。彼らが身勝手に突出して失敗した作戦の数々を。必要な力をつけに行くことが目的で英雄になりたいわけではないのだな。はい。生きて戻ったなら私の良い兵士になってくれるかね。必ず。よし。悲劇を見てこい。
本当は僕は投げやりが得意さ。Thank you.
そら。見ろみんな、バネがあったぞ、卑怯者だ。ルイスはどうしてここに来たの？どうしてとは？俺は国に居づらくなってきたんだ。そういう奴は多いだろうな。そうなのかな。みんな我が物顔で騒いで、悩みなんてないみたいだ。空騒ぎをしているだけさ。みんな怖いし不安だ。騒いでいる間は強い自分でいられると思っている。そんなものなのかな。僕はね、普通にサッカー選手になりたかった。子供の頃から運動ができたから絶対なれると思ってたんだ。黒服が来た。プロテストに応募した直後だったよ。諜報局の普通に派手なシャツを着た連中だったけどね。で、お前は生まれつき体が強い病気だから不正になるのでスポーツ選手にはなれないって言われた。どこも一緒なんだな。才能を金に変えることができる。貧乏人には悪い話じゃない。Thank you.
魔物使いを拘束するという単語はなかったよね。射殺だけ。射殺すれば魔物の動きが止まる。それで別チームを支援できる。ああ、そういうことか。
手榴弾いらない。ルイス、1階に合流。了解。こっちだ。あれは勝てない。魔物使いを止めよう。そうか。奴は周囲の敵に敏感に反応してた。目の代わりをしていた魔物使いが近くにいるはずだ。
ガゼルベースの魔物。やばい。大丈夫かい？素早い魔物と大きな魔物の相手はしたくない。ほぼ全種だ。ボンド、あの奥だ。倉庫がある。冗談。休み。ルイス、ルイス！撃ってから気づいた。撃ってしまった。Thank you.
全員。じゃあ。静かに。大丈夫だ。今助ける。ジンって精霊か。ルイス、またやっちまった。不運だったんだ。不運？どっちの不運だ？友達を撃ち殺す僕、それとも撃ち殺される子供の方？どっちもだ。わかるはずがない。あの一瞬で。そうだね。こんな小さいのに。こんなのひどいよ。こちらバリアント4、猛獣使いを射殺しました。魔物使い6名を無力化しました。隊長！了解。Thank you.
危険なことをしているな。やめろ。レイス、今能力を使おうとしていた。わかった。どれほどの能力か知らないけど、それは命を縮める。二度と使うべきじゃない。俺はなんとなく予想できてた。多分二人は殺されるって。小太郎、捕虜なんて取るわけがない。手当てなんてしてくれやしない。心の奥では理解してた。でもやった。ヤスミンたちを助けるにはこれしかなかったからだ。そうだ、その通りだ。みんな分かってる。どの道助からなかった。ふざけやがって、あいつ。これからどうする？うん。行こう。同じ気持ちだ。ルイス。急ごう。裏切りはすぐにバレる。どこに逃げる？工場と周囲の畑は焼くはずだから、安全なポイントは？ここなら近いけど、それでもかなり移動しないと危険だ。行こう。他に何の当てもない。逃げられる。二人の面倒を頼む。小太郎、西と北西に似たようなルートがある。判断がつかない。どっちだと思う？北西だ。どうしてそう思った？直感。OK。この広さを焼くのか。急げ、数キロだ。来た。
ストップ、ここでやる。やる？何を？迎撃してみる、この周辺だけでも。爆弾を迎撃するっての？できないことはないはずだよ。でもできないかも。だから小太郎は子供たちを頼む。ルイス、何言ってるんだ、そんなことできない。でもやらなきゃ。ほら、あれだ。滑空ミサイルだ。多分熱圧弾頭。ばらまいてる。あれのどれがここに落ちる？それはわかる。南から焼き払っている。まだ少しだけ余裕がある。あれ一発で半径300メートルが炎の海に。やばいな、あれ。逆に一つ落とせば半径300メートルの安全地帯が一つできるって寸法だ。当てられるの？やるしかない。ここまで準備すると僕の中にひらめきが落ちてくる。それに従って投げるといつも以上によく飛ぶんだ。そして指先で触れるように簡単に当てることができる。だからこの距離は試したことないけど、きっとやれるさ。昔、友達を殴ったことがある。ちょっとした喧嘩で。友達はそれで死んでしまった。次の日、黒服の男たちが来たよ。サッカーのテストなんて嘘さ。それも、年下の友達だった。そう。ここに志願したのは、自分を痛めつけるためさ。けど、もうこの生き方はやめる。停滞するのはもうやめだ。俺も。小太郎、子供たちを連れて先に行ってくれ。先に？君たちが移動するルートをまず確保する。角度の問題でその方がやりやすい。ルイスは？畑を抜けるまで経路を確保したら、最後に自分の周辺に落ちてくるやつを落とすさ。わかった。Thank you.
助かった。そういうのやめろよ。行こう。後で彼のために祈る。力に変えているんだな。いいさ、持っていけよ。どの道、いつ死ぬともわからないんだ。いいか、助けになるようなものを探してくる。断る。好きなように生きることにしたんだ。ルイスの分まで自分勝手に生きてやるんだ。車を持ってくる。水と薬も。死ぬのはいつでもできるだろう、ヤスミ。
俺は停滞せずに進めてるだろうか。